はいどうも霊夢だよーん。はいどうもマリサだぜー。ついに今月から、天魔の古城空中庭園が来たな。私には無理そうだから見てもないわ。難しそうだよな。実際にルールも厳しめだ。特に大きいのが貸し門禁止だろうな。適正キャラ持ってなくても借りてクリアができなくなった。私は借りてもクリアできないけどね。まあそう腐るな。実際私もキャラいないステージは無理そうだ。ただ、今お見せしてるステージ1はご覧のキャラがいた。なのでサブたちと一緒にやってみたぜ。所詮は敗退。一応紋章をつけることにした。適正揃ってて紋章つけたらいけそうね。どうだった？うん。最適正のチェシャ猫がたくさんいたからな。結構あっさりいけたかもしれない。ちなみにこの編集をするまで、チェシャ猫だと思っていたのは内緒だ。他にも思っている人いそうね。そんなこんなで紋章つけて再開だ。パワーチェンジボール、懐かしいわね。ああ、どけそこ取りで出てたギミックだな。私は結構好きなギミックだぜ。ちなみにキャラのミト紋章はこんな感じだ。結構改造したわね。ああ、天魔の古城は毎月やるクエだからな。こういうクエの時には使うキャラを育てちゃうぜ。その方が勝率も上がるしな。なるほどね。確かに一撃が大きい方が勝ちやすいわね。ああ、それとこのクエは伝染霧も出てくるからな。サブたちは紋章力の関係でつけられなかったけど、同キャラ複数編成の際には役立つ紋章だぜ。確かに便利ね。さて今回は初の挑戦なので、ここからはステージを見ていこうか。おねしゃす。おなしゃす。まずクエ全体を通して意識するのはパワーチェンジボールだな。四方の壁に色があると思うが、青黄色赤の順で触れるたびに色が変わる。1ターンで1箇所の壁の判定は1度までだ。今回みたいに赤から始まる場合は、3つ触れると赤の状態で敵を殴れる。上の壁には触れなかったから、また赤の状態で次ターンだ。上に触れてたらどうなるの？そうしたら赤から青に変わる。攻撃力が弱い状態だ。4面までしか判定がないから、それも計算に入れて色を合わせるのね。そういうことだ。例えばこのターンみたいに4面に触れると青で終わる。次のターンも青から始まりだ。とにかくこういう系のクエストは、順番を覚えるのが重要だぜ。青から始まるターンでは、2面だけ触れて殴ればダメージ入る。こんな感じだ。これを状況に応じて使い分けるクエだぜ。すでに頭がパンクしそうです。大丈夫だ。青黄色赤の順番なんていつも見てるだろ？見てません。嘘つけ。信号機と一緒だよ。見てました。だからその順番通りに色が変わることを覚えて。あとは壁を何回触れればいいかを計算するクエだな。理解しました。その調子だ。さてステさんだが、ここはどうやらレーザーバリア持ってる奴らと、持ってない奴らが相互蘇生のようだな。ようだな。初手で運よく上のペアは倒せたから、落ち着いて突破だ。あれ？どうしたの？壁が赤の状態だから3フレしたいんだが、3フレしながらゾンビに当たるルートが見えない。惜しかったわね。ああ、だがなかなか削れたから次に期待だ。惜しかったわね。ああ、だが黄色になったので、これで壁4フレで赤にできるぜ。赤青黄色赤ってことね。そういうことだ。と見せかけて1フレで赤にして間に挟まれた。黄色は結構便利ね。だな。さてここは五条先生で3フレで殴ってから突破だ。貫通生きる場面だな。お、もうボスね。ここからも今までと同じように、
ゾンビ処理からスタートだ。お次はニフレでぷよを処理していく。全処理やるわね。ああ、たまたまうまくいったぜ。さてここからは雑魚のターンに気をつけつつ、ボスを削る。4フレで赤に従いまいちだったな。さてここで気づいたんだが、五条先生はアンチブロックなかった。撃つまで気づかなかったぜ。ちなみに SS を撃つと、アンチブロックになるぜ。覚えておきます。あれ？ここは左でマッチすればいいのでは？そうなんだけどな。まだターンに余裕あるから雑魚処理優先した。理解しました。あとこのチェシャ猫の友情コンボも普通に強いわね。ああ、めっちゃ強かった。なんなら遊撃つけてもいいのでは？と思ったぜ。さてあと3ターンだ。ちょっときつくなってきたな。なるべくここで削りたいところ。あ、入れなかったぜ。ダメージはそこそこ入ったから、いけそうではあるが。次の五条先生は動けない。何迷ってるの？ SS を撃つか、パックを撃つかだな。ただ友情で少し削れる可能性もあるから、このまま行くことにした。結構悩むわね。普段はサクサク撃つんだがな。こういうクエは、ここまであっさり来れても次沼る可能性あるからだ。考えた挙句、きつそうだからパック撃つぜ。弱点は上だが、無理せずボールを赤にして殴る。次で仕留めなきゃ負けだな。この HP ならいけそうね。どうかな。油断は禁物だ。結構ギリギリだったぜ。さてここもゾンビ処理からだな。壁も2フレでいいからいい感じだ。ミリ残しだけど、同時処理できそうね。五条先生が貫通だから難しいかもだけどな。とりあえずゾンビがどんな蘇生するか見てみたいから、2体倒すぜ。お、ゾンビ蘇生しなかった。これは楽ちんだな。
これでボスの透明が解除された。おそらく狭い隙間に挟まるんだろうな。とりあえず4フレを狙ってみる。おお、なかなか入るわね。ああ、キャラのおかげもあると思うが、そこまで硬くないな。果敢に隙間を狙っていくぜ。まだターンに余裕はある。入れなくても結構ダメージ出るわね。そうだな。友情も強いな。五条先生の直殴りも結構出るわね。その角度好きね。ああ、全然入れないがな。チャレンジ精神だ。ここは結構いい場所。2フレで間狙っていくぜ。剣も当然欲張ってみる。おお、強いわね。さてラスゲだ。ここもゾンビ処理っぽいな。あとあと気づいたが、五条先生からにしたら強そうだったな。遅延 SS だものね。ただそこまで調整できる自信はないわ。次の五条先生は、ブロック活かして雑魚処理狙ってみた。惜しかったわね。ここは3フレで、雑魚全処理狙ってみた。おお、これはお上手。今のはうまく決まったな。あとは同じ要領でボス削りだ。ターンも結構余裕ある。さてこれでウォールも黄色にできたので、五条先生の初 SS だ。どのくらいダメージ出るかしらね。壁触れた状態で弱点に行くルートで弾いてみる。少し乱暴しようか。ごめんなさい。え、これは反則じゃない。ああ、強すぎたな。そんなこんなで1は無事クリアだ。2以降も進めていけたらと思うぜ。サブちゃんたちキャラいるのかしら？全然いないぜ。なので2以降はメインのみとなりそうだ。と言ってもメインも全然キャラ足りないんだがな。まあいけるとこまで行ってみたいと思うぜ。できれば初回からクリアはしておきたいんだがな。まあマイペースに頑張りましょ。そうだな、それじゃあ。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。